皆さんこんにちは。生活を支える看護師の会、あえて生活を考えている看護師の集まりです。そこから代表でやってまいりました小林悦子と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ここで発表させていただきますね、生活を支える看護師の会は仲間がつながり支え合うということで、自分らしく生きやすい社会づくりを目指しています。今日はその中で特別養護老人ホームの事例、今秋山先生からご紹介いただいたように、私がかつて働いていた、特別養護老人ホームの事例を紹介しながら、私たち看護師などが、いかにご利用者さんの命の現場に影響を与えているのか、私たちが覚悟を持たなければいけないのじゃないのかということを皆さんと一緒に改めて考えてみたいと思います。2006年です、特別養護老人ホーム、私が勤めていた時にはまだ看取りということが体制が整っていない施設だったので、看取り介護はできていませんでした。よってそこで、お年寄りに出会いますが、お年寄りの望みを叶えてあげることができなかったんです。90を過ぎたおばあちゃん、わしゃよもう頑張ってきたで、あとはここで死ぬまで降りたい、もう病院には行きたくない、あんた頼むよ、その望みに顔を背けるしかなかったんです。施設の体制が整っていませんでした。最後の望みを叶えられない、そんな看護師だったんですね。看取り援助委員会を立ち上げました。家族と一緒に仕組みを作り始めます。私たちは家族を巻き込みます。そして家族がこんなことを言い始めます。夜は先生混んでもええよ、先生には明日の仕事もあるだろうが、朝になって来てくれやいい。なので私たちは夜間はお医者さんは呼ばないという、死亡診断は朝でいいよねという看取りを組み立てていったんですね。家族は何をすればいいという、家族と一緒にチームになって看取り援助のできる施設を作っていきました。施設で看取る人も病院へ行く人も日々の生活援助自体は変わりません。看取り援助を希望する人は死を見据えたケアプランでその日まで生き切る、これを目標にするだけです。しかし医師のいない特養ホームでは病院へ行くという判断を看護職がしなければならない場面が多々あります。生活を支える看護、その人の生き切る力を支える看護、この覚悟を持った看護師が高齢者施設にいなければ、健康管理の末に多くのご利用者を病院へ送ってしまうことになります。また看取りというと死の場面をイメージしてしまう介護職員と一緒に、私たちは生き切るための看取り援助という言葉を作り、みんなで知識を得ていきました。人生の最終章を援助する介護の価値と、ハッピーに生き切ってもらおうよということを目標にするのです。なのでどん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 笑顔が増えてくる、そんな看取り援助です。そして私たちは家族にも一緒に勉強してもらいました。この先の人生をどう生きていきたいですかと投げかけます。この相談ができるための情報提供です。介護保険は家族を後悔させない看取りに対して加算を発生させます。それは家族と一緒に看取っていきなさいということだよねと、私たちは保険を解釈しました。制度の理解、医療の限界、老いるということ、施設にできることとできないこと、ここを家族と一緒に学んでいったんです。勉強会を重ねるたびに家族が仲間になっていくのを感じました。ケアに参加する、そんな家族が増えます。今まではどうしていいかが分からなかっただけなんですね。家族と話すことが苦手な介護職員たちも、家族とお話しすることが楽しくなる様子で、ケアの質が自然に上がっていったことは皆さんにもお分かりになると思います。さて勉強会では看護職員の、
役割が大きいですね。誤嚥性肺炎と細菌による肺炎の違いもわからないご家族に我々はご説明をしていきます。そして食べる力の老化や障害、これを家族が理解し始めていきます。無理をしなくなります。無理をさせない、そんなケアができるようになります。家族は興味がなかったわけじゃないんです。知らなかっただけなんです。なので私たちはこの情報をコツコツと家族と共有していきます。その中で看取りの同意が交わされていなければ、100歳を過ぎていようが施設が勝手に看取ることができないという制度もご説明していきます。警察の対応になるという現実です。このあたりの話になると家族はとても驚きます。特養は終の住みかと聞いたぞ、なんで特養で死んだのに警察に行かなきゃならないんだ。それは介護サービスとしての同意が交わされていない、そこのあたりを家族が理解していきますが、専門職の知識と一般の方の知識の違いを私たちはとても感じました。入院をする前に、呼吸が止まる前に何を選択するのか、その支援が必要な現代の日本なんだと思います。その支援に生活を支える看護師たちをどうぞ活躍させてください。命の事例を伝えると、家族は自分たちのこれからを選び始めます。71歳で脳出血で倒れた青山さんもそのお一人でした。3年間医療を尽くした青山さんです。要介護5、そのお体で私たちの特養にやってきました。寝返りも打てません。しゃべることもできません。重度の嚥下障害で経管栄養の胃ろうになりました。病院は口から食べることを禁止します。でも青山さんは食べたいんですよ。お嬢さんも食べれるものは食べてほしいと言います。食べる力が全くないわけではないんです。青山家は選択しました。命をかけて食べていきたいんだと。もう病院へは行かない、ここで看取ってくれと。そして私たちは栄養は胃ろうから施設が提供し、口から食べることは家族が中心にサポートをするという、そんなケアシステムを作っていきました。自分の唾もうまく処理ができない青山さんです。いつも喉元でゴロ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 と唾が溜まっています。なのにひ孫と乾杯してビール飲むときは350ミリリットル、なんだか知らないけどうまいこと飲むんですよ。熱出なきゃいいけどなって本当は心配している看護師たちですけど、いいんです。本人がこの人生を選んだんですから、私たちはそれを支えていく覚悟を持ちます。6年一緒に暮らしました。いよいよ、最後の日が近いなという時に家族さんと相談です。明日の風呂上がりに最後かもしれないからビールを飲ませたいんだよね、そんなお嬢さんの気持ちを聞いて、そうしようと私たちは決めます。でも青山さんは自分がビールを飲みたいだけじゃないんだよ。きっと青山さんは俺たちにビールを飲ませたいんだよ。だっていつも銀座や新橋に部下を連れ歩いてご馳走していて、給料の半分も使っちまった人なんだから、俺たちにいつもありがとうよって感謝したいんだよ。だったらビールパーティーしようぜ。一瞬にして決まっていきます。これが家族とチームになっている私たちに家族が背中を押してくれる覚悟です。チーム青山です。こちらが青山さんとお嬢さんの写真ですね。ビールを持って喜んでいる青山さんです。みんなで昼間からビールで乾杯しました。青山さんにゴチになりました。その後青山さんは人生を収めていきました。しゃべれなくなって9年目です。お嬢さんには聞こえたそうです。もういい、もう十分だ、行くぞ。施設や在宅では死ねる場所を準備しておかないと、このように最後の時まで生き切ることはできません。青山さんは看取り援助の同意を交わしていますので、この数時間後に
お医者さんが来てくれて死亡診断を施設内でしてくれます。その後のお別れ会で青山さんは久しぶりにスーツに着替えました。かっこよかったです。お友達にも褒めてもらいました。正面玄関からのお見送りにはご利用者や職員が大勢集まるのはもちろんのこと、お孫さんが仕事や学校まで休んで参加してくれました。これもチーム青山だからですね。お別れの挨拶で娘さんがこう言ったのです。皆さんのお力をお借りして私たちが父を看取ることができました。どういう意味か分かりますか？施設に看取ってもらったなんて言わないんです。皆さんの力を借りて私たち家族がしっかり看取った、こう思えるように援助するんです。施設に入所してこれが最大の満足だったとお話をしてくれました。人生最後の日、家族が後悔しないために早い時期からのサポートが必要です。いよいよ寝たきりになってからどうしますかなんて施設の職員もなかなか言えません。チームで生き切ることを目標にするから私たちはこうやって人生の最後まで命の限り生きていただけるのです。これは在宅も同じじゃないでしょうか。家族分かってないのよねなんてそんな言葉を言ってないで、生き方と死に方を本人や家族が選択できるように我々プロがきちんと援助していかなければならない、そんな時代です。核家族化した日本では相談する相手がいないまま最後を迎える方が多いです。どうせ死ぬならその日まで一つでも望みを叶えて生きようじゃないか、これが私たちが目指している生き切るための看取り援助です。多くの介護施設の皆さんにお願いがあります。施設には介護力がありますよね。家族は家族としての役割を果たしましょう。そしてそれをチームで支えることができるんじゃないですか。この新しい看取りの文化をぜひ施設から発信していってほしい。なのに未だに多くのお年寄りが、8割方のお年寄りが病院で最後を迎えている。私はここをしっかりと変えていく、その必要があると思って今日秋山先生に呼ばれてここにやってまいりました。死ぬまでここにいたい、この望みに今ならば言えます。 OK、 だったら死ぬまで一緒に楽しく生きようね。こんな施設づくりが日本には必要です。そしてこれが言えることが皆さんの介護施設の価値を高めることだと私は信じています。ちなみに体制づくりや家族勉強会などでお困りだったら生活を支える看護師の会にお声かけください。満面の笑顔でサポートに伺います。今日はどうもありがとうございました。